竹岡駅は千葉県富津市萩生にある東日本旅客鉄道内房線の駅である。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。ホームはかさ上げされていない。二つのホームは古戦橋で結ばれる。長らく簡易委託駅だったが、現在は秘密駅管理の無人駅となっている。乗車駅証明書発行機、簡易水下改札機が設置されている。 木造駅舎は2006年11月に取り壊され、2007年2月には新しい待合室が完成した。トイレは男女別の推薦式。2006年度の1日平均乗車人員は64人である。千葉県統経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。国道127号から山側に坂を登ったところに駅があり、開業当時、 竹岡村の村域に位置していたため、竹岡駅と名付けられた。しかし竹岡ラーメンで有名な現在の富津市、竹岡地区からはかなり南西に離れている。竹岡ラーメンの元祖を名乗る店へは、駅から徒歩約30から40分ほどである。竹岡地区の中心部へは、一つ手前のカ佐港駅から歩いた方が近い。バス停留所は、国道127号上の竹岡駅。 入り口交差点付近にある、出店、ありがとうございます。